東京の日本科学未来館です。こちらでは少し先の未来を体験できるイベントが行われています。どういったものがあるのか行ってみましょう。2050年の東京の姿を描いた技術展示イベント寿司テック東京2024です。ちょっとアナウンサーとしては焦りますよ。話がすごく上手なので。ロボットによるプレゼンテーションに都心の景色が見えてますよ。高層ビル群が広がって待って飛ぶ飛ぶ飛ぶ怖い。うっそー。実用化に向けて開発が進む空飛ぶ車のシミュレーターも登場。暮らしを変えるさまざまな発明が展示されています。中でも注目を集めていたのが未来の食を体感できるこちらのゾーン。こんなの見たことない、驚きました。なんと寿司がピクピクと動いています。その仕組みはシャリの部分を風船の構造のようにして空気で動かして呼吸してるかのように再現しています。よく見ると寿司には目がついています。まるで生き物のように動く寿司に子供たちも興味津々。さらに驚くべきはその寿司の作り方です。 3D フードプリンターっていうもので作られているので、上にもうネタが味がついた状態にもなっています。実はこれら 3D フードプリンターで印刷された寿司ネタなのです。魚のすり身や野菜の粉末など自然由来の材料で作られていて、もちろん食べることもできるそう。食べ物を作れるイメージがなかったので、ね、3D プリンターで斬新です。普段のお寿司の形とかだったら抵抗なく食べちゃうかもしれないです。リアルな寿司ネタもこのように印刷ができます。見た人みんなサンプル作ってると思うんです。はいはい。で、これ食べられるんですよって言うと、ってなって、そっからすごく盛り上がりますね。この 3D フードプリンターを開発したのが山形大学古川秀光教授です。料理のデータさえあれば食べたいものが印刷できる未来はすぐそこまで来ているといいます。人って大変な時って料理する元気もないかもしれないから、ピッて押せばその出来たてのものが食べられるようになったら、それはすごくいいことかなと思います。ちなみに今流れている映像はブロッコリーを印刷しているところです。世界初の技術も導入されています。海外の 3D フードプリンター技術では難しいとされる硬い材料にも対応。ぐるぐるぐるこう押し出しちゃうんですね、世界でスクリュー式をやってるのは私たちのチームだけなので、こうした技術により好きな形や食感を表現できるといいます。印刷する前の材料はペースト状のものや野菜のクズなど廃棄される食材を粉末にしたものも使えます。食品が減ってく問題に対して無駄を出さないフードロスゼロっていうのにもなるし、なんかそういうなんかあった時の非常食にもなる。新型のフードプリンター開発にも力を入れています。こちらは液体の食材にレーザーを照射し加熱することで、手作業では難しい細かな形食感を作ることができるものや、ロボットアームを搭載するフードプリンターなども開発。こうした技術が近い将来介護の現場などでも大活躍する可能性もあります。柔らかい差を変えられるので飲み込み、嚥下に支障が出てきている方が召し上がる介護職からの期待がすごく高まっているんですよ。